沖縄県の受信料が別の都道府県の受信料と異なっております。市場契約、衛星契約など様々ありますが、月額100円を超えるほどの差であり、少額とは言えないと考えます。そこで岸田総理にお聞きします。 NHK の受信料は全国一律にすべきと考えるわけですが、現状として沖縄県とその他の都道府県で異なっていることに関する総理の見解をお伺いしたいと思います。岸田内閣総理大臣。 NHK が他の地域より低く設定し、現在に至っているものと承知をしております。放送法の規定により、受信料の額は NHK が作成する収支予算に基づいて定めるものであるからして、立花孝志党首自身が選挙に出ることを自重したりなどしております。そこで公職選挙法など選挙に関わる法律の所管官庁である総務省に伺います。 NHK 党が裁判費用を肩代わりすることは選挙に関する法律に抵触しないという理解でよろしいでしょうか。ここの国民負担率がこの数十年において右肩上がりで上昇を続けております。令和4年の国民負担率は 46% とのことであり、これはいわば稼いだ額の半分をお上が召し上げる状況であると考えられます。国民の活力がなくなるのは当然だと思います。国民の負担を適正で負担可能な範囲にとどめ、同時に今後とも国民の活力を損なわないようにするため、社会課題を成長のエンジンに転換し、持続可能な経済成長を実現することで、国民負担率の分母である国民所得を増やしていきたいと考えます。はい、いずれにせよ国民負担率 46% は高すぎだと思います。浜田聡君。はい、NHK 党の浜田聡でございます。予算委員会最後の質疑させていただきます。自民党をはじめとする高い派の皆様から質問時間、少数会派にご配慮いただきまして感謝申し上げます。我々 NHK 党は数ある NHK 問題の解決を公約として国政選挙を戦い、今この場におります。 NHK 中継のあるこの参議院予算委員会で質問できることを嬉しく思います。今回もちろん NHK に関すること、そして岸田総理の掲げる経済産業政策などについて岸田総理を中心に質問通告させていただきました。岸田総理におかれましては連日この予算委員会において数多くの答弁されて大変お疲れのことと思いますが、もうしばらくお付き合いいただければと思います。まず NHK 受信料額に関する話です。先般 NHK 受信料の減額が発表されました。過去最大とされる減額方針そのものにはもちろん大賛成ですが、いかんせんその額がまだまだ足りません。多くの識者の方が常々言っていることに、 NHK は受信料を徴収しすぎてどんどん肥大化しているというものがあります。減額の余地はまだまだあるということをお伝えさせていただきます。今回 NHK 受信料による地域差の問題を取り上げさせていただきます。パネルお願いします。パネル資料にあります通り、沖縄県の受信料が別の都道府県の受信料と異なっております。地上契約、衛星契約など様々ありますが、月額100円を超えるほどの差であり、少額とは言えないと考えます。この受信料の差は根拠法令として沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律135条などと承知しておりますが、沖縄の本土復帰から50年経過しております。この措置を継続する意義に疑問を抱いております。そこで岸田総理にお聞きします。 NHK の受信料は全国一律にすべきと考えるわけですが、現状として沖縄県とその他の都道府県で異なっていることに関する総理の見解をお伺いしたいと思います。岸田内閣総理大臣。沖縄県における受信料の額は復帰の際の特別措置法を踏まえ、NHK が他の地域より低く設定し、現在に至っているものと承知をしております。放送法の規定により、受信料の額は NHK が作成する収支予算に基づいて定めるものであるからして、まずはこの NHK においてこの問題について適切に対応し判断すべきものであると考えております。浜田聡君。はい、ありがとうございます。私この件長年放置されてきたことではないかと考えるわけです。今年は沖縄本土復帰50年です。 NHK 受信料せっかく減額するのですから、この機会に全国一律受信料額にしてみてはどうかと提案させていただきました。これまで長々と続いてきた慣習のような受信料額の違いに関して多くの方々に疑問を持っていただきたい、そう申し上げて次の質問に移ります。引き続き NHK 受信料に関する話です。そもそも我々がこの国会に議席を置かせていただいている主要な要因として、 NHK の委託業者による営業の訪問員が時に強引、時に暴力的な方法で契約や受信料を迫っていたという背景があります。訪問営業による被害というものは NHK に限らないことであり、大変有識問題であります。
訪問営業の問題の重要な側面として社会的弱者を巧みに狙っているというものがあります。その中でご高齢の方々のお宅からの相談が我々 NHK 党にこれまで数多く寄せられました。ご高齢の方々となると認知機能の低下はある程度致し方ない面があります。本来放送受信機つまりテレビを持っていなければ NHK と契約の必要はないわけですが、認知機能が落ちた方はたとえテレビをお持ちでなくても NHK 訪問員による営業に対してしっかり判断できないとできず契約させられてしまう問題があるわけです。そこで岸田総理にお聞きします。認知機能の低下した高齢者宅に NHK をはじめとした訪問営業が行われて本来不要な契約が結ばれていることに関する総理の見解を伺いたいと思います。岸田、すいません、寺田総務大臣、すいません、お答えをさせていただきます。今ご質問の NHK のこの訪問営業活動、今年度のですね、令和4年度 NHK 収支予算に対する総務大臣意見においてですね、受信契約の干渉の業務の適正を確保しなさい、そしてそのことについて不断の点検見直しを行うことなどを求めております。で、 NHK においてはこうしたこの総務大臣意見を十分に踏まえて不要な契約がですね、締結をされる、特にご指摘のようなですね、この事案がないようにですね、適正なこの訪問営業活動を行っていただきたいと考えております。なお今現在 NHK ではですね、訪問によらない営業へのシフトを進めております。まあ、これによって苦情の件数は以前より減少しているものと承知をいたしております。浜田聡君。はい、ありがとうございます。訪問営業がなくなるという方針に関しては我々 NHK 党の功績が大きいと考えております。ご報告ありがとうございます。またご高齢の方々、少々申し上げにくいことでございますが、その先の寿命が若い方よりも限られているという現実があります。ここで NHK の悪質さを指摘させていただきたいのですが、 NHK は単身世帯の方がお亡くなりになった後もその方の銀行口座から受信料を引き落とし続け、ご遺族の方々が気づいて解約手続きをする場合にもその解約に NHK が及び腰という相談、我々に寄せられております。そこでお聞きします。お亡くなりになった単身世帯での受信料が引き落とされ続け、 NHK はご遺族の解約手続きに及び腰という現状に関する見解を伺いたいと思います。寺田総務大臣。お答えをいたします。ご指摘のこの死亡後にですね、この受信料が引き落としがされてしまう、そうしたケースも私も報告を受けております。で、 NHK のですね、この受信規約によりますと、受信契約の解約は原則契約者が届け出により行うとなっておりますが、ご指摘のように死亡の場合はですね、ご本人が届け出ることはもちろんできません。したがってこの受信契約を要しないことが確認できた場合には直ちに解約に応ずる、そしてこの過払いがもしそれによって生じた場合にはその分の返金に応ずるということといたしておりまして、 NHK はこの受信規約に基づいた適切な対応がなされるようにですね、担当者への講習なども行っていると聞いております。しっかりと NHK に対応していただくよう指導してまいります。浜田聡君。はい、寺田大臣の指導よろしくお願いいたします。 NHK はそのウェブサイト上においてですね、死亡後の解約手続きなどの説明ページを作るべきだと申し上げて次に行きます。このようにご高齢の方々が NHK 受信料を払い続ける必要がある社会というものが大きな問題があるのではないかと考えます。そこで提案です。いっそのことですね、ご高齢の方々、つまりですね、年金受給者の方々への NHK 受信料の支払いを免除してみてはいかがでしょうか。これを導入することでご高齢の方々が必要のない契約を防げる可能性がありますし、お亡くなりになった方から受信料が引き落とされ続けるという件数を効率的に減らすことができます。ご高齢の方々が抱える NHK 受信料の問題を解決できるいいアイデアだと自負しております。この提案に関するご見解を伺います。寺田総務大臣。お答えをいたします。NHK のこの受信料の免除についてはですね、放送法の64条の規定がございます。 NHK からのこの申請に基づき、総務大臣がそれを認可をするという仕組みになっておりまして、現在極めて限定的にですね、一定の要件に合致した被災者、
あるいはこの生活保護受給者などに限定をしております。まあ、従いまして、このためお尋ねの点についてはですね、あまねく広く国民にご負担をいただくこの受信料制度の趣旨も踏まえ、まずは NHK において適切にご判断いただきたい、そのように考えております。浜田聡君。はい、年金受給者の NHK 受信料免除、この提案はご高齢の方々が抱える数多くの問題を解決する方法であると自負しております。我々参院選では、当初ではゼロ議席と予想されながらも、この公約を最前面に掲げて1議席獲得して政党要件を維持していることを再確認していただければと思います。引き続きご検討いただけますと幸いです。さて、我々 NHK 党はご高齢の方々のみならず、すべての年代におきまして NHK に受信料を支払わない方々を全力で応援しております。さまざまな問題を指摘されながらも、なかなか是正しない NHK という組織は、その資金源を絶って潰してしまおうというのが我々の狙いでございます。勘違いしてほしくないのは、我々は公共放送の存在を否定しているわけではありません。公共放送は必要だけれども、現在の NHK にその役目は果たせていない、だからぶっ壊すべきだと考えているわけでございます。NHK に受信料を払わない方々を応援するため、我々は以前から NHK 訪問員の訪問を抑制するための、玄関に貼るための NHK 撃退シールというものを配ったり、 NHK 受信料に関する電話相談を、受けたりしております。2019年の参議院選挙において、国政政党にしていただいてからは多くの政党助成金、いただけるようになりました。最近ではこの政党助成金を使って NHK から受信料不払いで裁判された方々のために裁判費用や受信料の肩代わりさせていただいております。一般的には選挙の候補者などが有権者にお金を配ることは禁止されております。我々としては法律に抵触しないように、我が党の立花孝志党首が運営する会社等を利用して、そういった支援をさせていただいたり、立花孝志党首自身が選挙に出ることを自重したりなどしております。そこで公職選挙法など選挙に関わる法律の所管官庁である総務省に伺います。 NHK 党が裁判費用を肩代わりすることは選挙に関する法律に抵触しないという理解でよろしいでしょうか。総務省森自治行政局選挙部長。はい、お答えをいたします。総務省としては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で一般論として申し上げますと、公職選挙法上の寄付につきましては、公職選挙法179条第2項におきまして、金銭物品その他の財産上の利益の供与または交付、その供与または交付の約束で党費会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものと定義をされておりまして、公職選挙法ではこの寄付を行う主体別に異なる禁止規定が置かれております。このうち一般の政党の場合は、公職の候補者等が役職員または構成員である団体と解されますので、公職選挙法第199条の3において、当該選挙区内にあるものに対し、いかなる名義をもってするを問わず、公職の候補者等の氏名を表示し、または氏名が類推されるような方法での寄付をしてはならないこととされております。また公職選挙法第221条第1項第1号においては、当選を得または得させる目的などをもって、選挙人または選挙運動者に対し、金銭物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪についての規定がございます。いずれにいたしましても、個別の事案がこうした公職選挙法の規定に該当するものか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきことになるものと考えるところでございます。浜田聡君。はい、ご説明ありがとうございました。引き続き我が党としては、慎重にかつしっかりと NHK に受信料を支払わない方々を全力で応援させていただくことを訴えさせていただきます。さて、話は変わりまして、国民の経済活動を縛るものとして、いわゆる、税金など負担の話をしたいと思います。租税負担及び社会保障負担を合わせた義務的な公的負担の国民所得に対する比率を、比率として国民負担率という指標があり、この推移を考えたいです。ここの国民負担率がこの数十年において右肩上がりで上昇を続けております。令和4年の国民負担率は 46% とのことであり、これはいわば稼いだ額の半分をお上が召し上げる状況であると考えられます。国民の活力がなくなるのは当然だと思います。高すぎる国民負担率を下げて、国民が自由に使えるお金を増やしていく必要があると考えます。
お聞きします。通告していた2つの質問をまとめてお聞きします。現状の国民負担率に関する受け止めを伺いたいです。そして国民負担率を下げようという意思があるのかどうかということをですね、伺いたいと思います。岸田内閣総理大臣。国民負担率については、少子高齢化に伴う社会保障給付の増大に伴ってそのための負担も増加し、給付と負担の両面において上昇傾向が続いていると承知をしています。国民の負担を適正で負担可能な範囲にとどめ、同時に今後とも国民の活力を損なわないようにするため、社会課題を成長のエンジンに転換し、持続可能な経済成長を実現することで、国民負担率の分母である国民所得を増やしていきたいと考えます。合わせて全世代型社会保障構築会議において、男女が希望通り働ける社会づくりや若者世代の負担増の抑制などについて幅広く検討を行い、能力に応じて皆が支え合う持続可能な社会保障制度の構築に向けて議論を進めていきたいと考えます。浜田聡君。はい、いずれにせよ国民負担率 46% は高すぎだと思います。これを半減することを目標として国民負担率半減計画提案させていただきまして、次の質問に移ります。時間の都合上最後になります。最後に、岸田総理の所属派閥宏池会の創立者である池田勇人元総理が総理に関して岸田総理の見解を伺いたいと思います。池田勇人元総理の行った政策の説明としていろいろとあるとは思いますが、元日銀審議員の原田豊氏によりますと、池田勇人氏の進めた所得倍増計画は自由な企業と市場の下で日本経済は運営されるべきという方針を確認するとともに、その方針の下で日本経済は発展する力がありかつ発展できるという自信に満ちた宣言であるとのことです。キーワードは自由です。自民党総裁選において令和の所得倍増計画を打ち出した岸田総理に最後に2点お聞きします。過去数十年にわたって各政権で行われてきた政策は国民負担率を上げ、規制を増やしてきており、経済活動の自由を制限し続けていると考えられます。国民負担率や規制増加の観点から、日本国内における経済活動の自由に関する岸田総理の見解を伺いたいと思います。自由を推進して経済成長を進めた池田勇人元総理に関する岸田総理の見解をさらに伺いたいと思います。岸田内閣総理大臣。まず国民負担率の増加は高齢化に伴うものであり、経済活動の自由との関係は一概に評価できないと思います。規制についても経済の複雑性が増す中で経済活動の幅が広がったこと等により形式的に増加してきましたが、新自由主義の下で自由な経済活動を促す方向で負担の改革を進めてきたものであると認識をしています。このため過去数十年政府が国民と事業者の自由を奪ってきたとのご指摘は当たらないと思います。そして池田内閣の 国民所得倍増計画、これはこの日本の経済において高度経済成長をもたらしたものであると思います。そしてその後の新自由主義は成長をもたらす反面、格差あるいは貧困の拡大、こうした弊害も生み出したと認識をしています。新しい資本主義でも自由な経済活動を前提とし、アナログ的規制を一掃するなど規制改革に全力で取り組みますが、すべてを市場や競争任せにはせず、官と民が共同して社会課題の解決を進めることで成長と分配の好循環を生み出し、持続可能な経済社会を実現していくことを目指してまいりたいと思います。浜田聡君。はい、岸田総理が池田元総理と同じく自由を推進して令和の所得倍増計画を実現することを切に願いまして質問を終わります。ありがとうございました。以上で浜田聡君の質疑は終了いたしました。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、復興
詳しみな弱小生徒ウィンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お客のさ多分ないんだ、お客さんの方めっちゃ18、10よ、お客のもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテックアップ。